やっぱり若さにしがみつこうとしてる自分がいて大輔さんに言われた、あの青い部屋に住んでるんですって、マジでえーってなって分かんないじゃないですか、どうなるか。だからまあちょっとたまにボイトレ行ってみたりとか。応募方法は概要欄までお願いします。けどさ、まあ、言っても酒結構飲むやん。これはここにないんだけど、うん、酒飲んでさ、はい、るけどずっとシュッとしてるよね。そうだ、あの特にですけど、うん、まあ、ちょっとこの1週間前にぐらい太ってたんですけど、うん、ちょっとなんかあの番組の収録があって、うん、もうそこまでには絶対痩せなきゃと思って、うん、大体その変動ってどのぐらい？2、3、ベストは何キロなの？最近体重測ってないんですよ、うん、もう体感で、うん、なんとなくでも62、3、2から4じゃないですかね、うん、2、3、4で太ったなって思うのは、うん、まあ、やっぱ64超えるぐらい。多分体重で言うと62なんですけど、脂肪が増えて太ったなって思う感じなんで、うん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 、でもなんか年取れば取るほどやっぱ頑張ってキープしとかないと本当に緩んじゃうじゃないですか、うん、だから危ないなと思ったら昔より早めに何とかしようとしてますね、うんうん。まあ、俺らまあその辺ね、こう時勢というかやっぱ人前に出るとかっていうのがあったら、いやちょっとってね絞らなきゃって思うのが歯止めになってるかもしれないね。しかもなんかやっぱり若さにしがみつこうとしてる自分がいてなんか年を感じるから37です。で50までは若くいたいと思ってるんで、うん、そうね、さっきなんか50歳がうんぬんってやったけどな。人生で今が一番体が仕上がっていて50歳まではキープしたいとおっしゃっていましたが、はい、表情の、練習以外でジムなどへ定期的に行かれてるんですか？はい、もうジムはちょっと最近行けてなかったんですけど、うん、ジムはもうちょっと入れるようにして、まあ、やっぱ練習量も減るんで、うん、そういったところで補ったりとか、あとはまあもうちょっと落ち着いてきたらまあダンスとか、うん、まあ、そういうパフォーマンスにつながることやっていろんなことして動かしていきたいなと思うし、なんかあれですよね、なんか若い時って動くの嫌ですけど、年取ってくるとなんでそういう健康志向になってくるんですかね。ちょっとまあね、あれ謎ですよね、みんな食事もなんかいいもの食べ出したり健康に僕も水、そういえば大丈夫ですか、喋ってて、うん、あの水大嫌いだったんですけど、うん、なんかそのウォーターサーバーあるじゃないですか、うん、で僕アメリカ行ってる時にもう定期的に届くんで10袋ぐらいあって、うん、もうこれを消費しなきゃと思って水をめちゃくちゃ飲んでたら、うん、水ってこんなに美味しいんだと思って。そうそう、俺あかんね。ダメなんですか、うん、味の中もあかんねやってみますか、10箱送りましょうかそれは消費しなきゃ、どんどん送るから、ね、やっぱ水飲む人ってめっちゃ飲むやん。飲む、ね、俺は水飲まへんよな、うん、甘いもん甘いもん、そうそう、だからそうジュースも好きだし、マジでそれで、まあ、あのお菓子、スナック菓子とかケーキとか、うん、マジですか、うん、それでこの体型キープで酒も毎日飲むしですよね。すごくないですか、めっちゃ動いてるんですかいやー、だからやばい時ほんまやばいから、ね、そうだけど、だから俺はまた、まあ、もちろんね、普段は家で食事するから、うん、そこはちゃんとしてるけど、うん、やっぱ外食の数は多いし。そうですよね、うん、いやでもすごいな、それですごい、僕だったらもうパーンですよ一気に。しかも一番最初に顔出るんで、で最後に顔収まるんで、うん、テレビ向きじゃないですよ。なんか水か。でも水飲み出したらすごい体調は良くなりました。多くしたら、うん、飲み過ぎもダメみたいですけど。たけるほど飲んだらな。トレーニングね、あのワンガロンやったっけ、うん、やるって。何リットルのあのワンガロンを一気に飲んで。でそれを、ね、伸ばしていく、一日 何本か飲んでとか言ってやってたもんね、うん、要しなかったよね。いやほんまに出してるんですかね。だからちょっとずつちょっとずつこう胃を伸ばしていくみたいなこと言って。飯食える？飯って量いっぱい食う？あんま食べない。僕あのいろんなものがあれば量はいきますけど、うん、一品ボンって出てくると食べれないです、うん、大食い対決したろうかなと思って。えコビーとここで、あ僕絶対負けると思う。コビーと大食い対決して誰が勝てんの？2対1で、2対1でも完敗するやろ。負けるでしょ、ね、負けるよね。大食い対決できるかな、ね、野村さん結構食べますよね。いや俺はね、やっぱり食べる量減ってる昔に比べたら、うん、そのもうこの年になったからもうあの野菜とか魚ばっかりやっていうのではない、うんうん、まあ、肉も好きだし、
結構何でも食べるけど量全体で言ったら減ってるかも。減ります、うん、やっぱり減りますよね、うん、僕無理して食べてましたもん。あ、そうか。あのつけなきゃと思って、うん、でも実正直多分食がそんなに太い方じゃないですね、うん。大ちゃんの大ファンとしてはこれからの動向がやっぱ一番気になります、うん、あの氷の上だけじゃなくて舞台とかミュージカル、はい、ダンスなども見せていただけるのでしょうか。いやそんなのやれるんだったらやりたいですけどね。やっぱり、うん、あれもやっぱもうその世界で活躍されてる方々めちゃくちゃいるし、うん、やっぱ本当にまだまだ出てきてない人たちもたくさんいるから、うん、簡単にできることではないんですけど、うん、チャンスがあればやっていきたいなと思うけども、うん、こればっかりはね、うん、僕が決めれることじゃないん でマジでいろいろやっていきたいですね、うん、特にとりあえずこの4年間ぐらい、うん、4年間、まあ、40歳まで、まあ、40歳ぐらいまではなんかいろいろちょっと挑戦できるんだったらやっていきたいなと思ってます、うんうん、歌は歌はどこで披露するか分かんないですけど練習しようと思ってます。歌ってたよねこの前とかテレビで。舞台で、ね、舞台じゃなくてあテレビで、あのテレビで歌ってました。あれしゃべくりで歌ってました。あ、歌ってましたね。でも声がさーって細いぐらいになってるぐらいでしょ誰か俺忘れてたけど、誰かゲストスピードの、うん、ひろこさんにと一緒に歌いましたけど。カラオケもよく行くの？昔よりかは全然行かないですけど、なんかこう舞台みたいなスケートで舞台のショーみたいな、うんうん、それこそ共演、うん、とかでなんか歌うことがあって、うん、それ以降、まあ、分かんないじゃないですかどうなるか、うん、だからまあちょっとたまにボイトレ行ってみたりとか、ボイトレ行ったら変わる？変わりますね。でも本格的にちょっと行き始めようかなとかは考えてます。でも一人でも家で、うん、こうなんかそういう動画 YouTube で動画見ながらとかで出してるじゃないですか、うん、いろんな人の、うん、でやったりとかします。自分で歌手デビューないんですか？歌手デビューはしません売れない全然売れる気配なしそう絶対売れない。あれはそう、あのあれ、美和さん、西田さんのやつさ、あのマンション、はい、マンションで D カラープロジェクト、はい、あれもう俺はあのなんか部屋をなんかあの青色の部屋とかさ、はい、あってそれは知っててんけど、その前にもう一棟ごとデザインするやつもやっててんね。それが初めての。そっちが第1弾で第2弾が部屋だけ、はい、部屋のだけのやつやらせてもらって、で面白かったっす。あれも大好きだったんで。もともとそういうデザインというかインテリア、インテリアとか間取りとか部屋見るのとかすごい好きなんで、うんうんうん、興味あって、まあ、その話を聞いて、うん、こうスポンサーになっていただいて、うん、してくださることになって、うん、でまさかマンションをねやるとは思わない。人生生きてきてマンションやることないですよね。どうですか、そのデザインがそのあの 部屋だけやったら自由、もっと自由度が高くてやったでしょ、はい、今もちろん誰かが住んでるわけでしょ、はい、でそのこの間赤坂で、うん、奥まったところの居酒屋なんですよ、うん、で2軒目に行ったら、まあ、普通にご飯食べてたんですけど、その子たちが、まあ、2人女の子2人で食べてたんですけど、うん、帰る時にパッて多分気づいたみたいで、うん、ってなって、私実はあの大輔さんがやられたあの青い部屋に住んでるんです。マジで？マジでってなって写真撮ろうって写真撮って一緒にそのことを嘘でしょって言って住人と、そう住人とで、うん、なんかその話は聞いてたんですよ、うん、なんかその娘がすごい青が大好きで、うん、もうこの部屋に住みたいって言って実は住んでるっていう話は聞いてたんですけど、うん、まさか実際にそんなことで会うと思ってなかったんで、うん、だって一部屋しかないわけでしょ。一部屋しかないです。それけどみんなが住みたいって殺到した時どう抽選になったの？あれは抽選早いもん勝ちなの？どうなんですかね、そこら辺はちょっと存じ上げないんですけど、うん、まああの部屋はなかなか選ばないですよ、ね、相当好きじゃないとまあそれはコンセプトにやったんで、うん、もし次はまた全然違うのにしようかなと、うん、あったらかなと思ってます、うん、今回はちょっとねあの無理言ってあの、はい、これを聞いてくれあの見てくれる、はい、あの方にあのプレゼントを、はい、強要して強要して持ってきてもらってこれはオフィシャルの T シャツ？後ろ見せてもらって。あ、そうなんです。今回ね、プーマさんがあの引退記念ということで。引退記念の T シャツで。で僕が出た、これシングルなんですけど、うん、出た試合が全部売ってるっていうやつで、なんかこう、プーマさんのこうまだ販売されてないですけど、うん、予約のところではもう売り切れみたいで。じゃこれにちょっとあのサインを書いてもらって、はい、
1名様にプレゼントということと、はい、あとは色紙3枚これ俺も入っていいのかな、あぜひいいのかなってだからあんまないですもんねまあないよね、うん、けどまあそこは、ね、大ちゃん一人のがいいっていうかもしれないけど結構レアじゃない、レアじゃない、リス兄弟リス兄弟リスなんか心豊かに心豊かに過ごしましょうリスたちよりこのサイン色紙応募方法は概要欄までお願いします。けどもありがとうございました。ありがとうございました。これからの大輔をまた楽しみにとちょっと一緒に飯行く回数を、そうですね、お願いします。僕もずっと東京にいるので大阪にもちょいちょい帰ってることもあるのでぜひ今度は誘ってみます。お願いします全部断ったるからやめて結構メンタル弱いですからなんか分からないけど何かの対決ね。 OK です、何かの対決、ね、何かの対決これマジでちょっと考えておきましょう次の時に、はい、ぜひじゃあどうもありがとうございました。